はい、どうもレインチャンネルです。いやー、実は僕撮影が1週間ぶりなんですよ。ちょっと毎日投稿してるんで皆さんにはあんま関係ないんですけど、ちょっと1週間ぶりの撮影になってるんですけど、まず最初にちょっと言いたいことがありまして、今日動画投稿される日が多分これ9月後半にはなっちゃうと思うんですけど、実はこれ撮影してる日が僕実写投稿を始めてからぴったり2ヶ月なんですよね、今日で。で、7月14日から始めて、僕の誕生日から始めたんですよね、7月14日。誕生日から始めて2ヶ月毎日投稿、まあ60本以上今で上がってんのかな、やってきて、最初は本当にね、自分で再生したやつ以外はもう2回とか、そんなチャンネルからスタートして、SNS で拡散とか僕してないので、全然広がんないし見てもらえなくて、いろいろ試行錯誤してきたんですけど、今チャンネル登録してくださってる方とか、あと毎日見てくださってる方、今たまたまこれを開いてくださってる方とか、本当にありがとうございます。これからもね、もっとコンテンツ力上げたりとか、新しい他の YouTuber さんがあんまりやってないようなことをやったりとか、そういうのを頑張っていくので、まあ、これからもどんどん伸ばしていくので、皆さんぜひ応援してください。今後ともレインチャンネルをよろしくお願いします。まあ、そんな感じでレインのお知らせというか、例は以上なんですけど、本当に皆さんありがとうございます。本当にこの2ヶ月の間、たった2ヶ月なんですけど、本当にこんなに2ヶ月で正直ここまで伸びるっていう想定ではいなかったので、本当にありがとうございます皆さん。本当に、まあ、これからもね、もしあれだったら友達とかに勧めてってもらえればって思います。まあね、そんな感じでありがとうございますっていう話から始めていくんですけど、今これいきなり見た人はなんだこいつっていうふうに思うと思うんですけど、まあ僕レインチャンネルレインっていうのが、まあ、実写投稿ですね、動画の実写投稿を始めて2ヶ月経つよっていうお話のご挨拶からしたかったんですけど、まあそれはともかくとして、実はそれに伴って撮影機材をカメラ以外全部一新しました。なので少し明るくなったと思うんですよね。今までは結構暗かったんで照明全部変えました。照明類とか三脚とかも全部変えたんですけど、機材を一新しました。まあちょっとカメラまでは届かなかったんですけど、照明機材とかだけでレザーアウター変えるぐらいいっちゃったんで、今回はちょっとカメラはまた後日という感じになるんですけど、そのうち本当に真面目に広角レンズがついたカメラ買うので、そうするともうちょっと僕の商品紹介見やすくなると思うんで、どうしてもね僕と被るんすよね、このレンズだと。なのでもうちょっと待ってていただけたらなって思います。あとそのレンズの範囲が狭いので、どうしても僕の上半身しか見えないんで、ちゃんと全部というかもうちょっと広く見えるようにカメラをちょっと後で買いたいと思うんで、もうちょっと待ってください。ちょっと僕の方が服装を全身変えたいっていうのがあって、まあいつも動画で結構言ってきてると思うんですけど、あって、ちょっとそっちにもお金回したいし、購入品レビューとか皆さんに見したいですし、まあいろいろやりたいことあって、ちょっとなかなか機材だけに全部と投入つわけになかなかいかない感じだったんで、そこはちょっともうちょっと待っていただければって思います。で始めてくんですけど、今回サムネとタイトル通りですネックレス特集をやります。でなんでネックレスかっていうと、僕はネックレス今持ってないんですよ。持ってないっていうとちょっと弊害があるんですけど、今つけたいのがないんですよ。でなんでかっていうと、僕今のこのちょっとストリートっぽいとかモードっぽいような雰囲気の服装に何年か前にシフトチェンジしたんですよ。まあこうなる予定ではなかったんですけど、最初シュプリームオンリーだけ買ってたんで、シフトチェンジして、で今結構V ネックを僕今年着るってずっと言ってて、多分下の方に出てるんですけど、 V ネック特集とかもやって V ネックも買ったんですけど、 V ネック着るとね首元寂しくてネックレスとか欲しくなるんですよ。でいろいろ今自分の部屋のアクセとかを見せたんですけど、今つけたいとか今の感じじゃないなっていうのがあって、なんかネックレスないなと思って買おうと思ってネックレスを調べしたんですけど、だったら特集やろうかなと思って、今回ネックレス特集です。なんかものすげえ超高価なものとかじゃないです。なんでかっていうと高価なもんでもよかったんですけど、ちょっと実は僕の方が知り合いでアクセサリーを作ってる工場で働いてるちょっと知り合いがいて、そこでちょっと特注でネックレス今オーダーしてて、もう時期に届くと思うんで、近々商品購入レビューやりますんで、そちらもぜひ楽しみにしてください。まあ明日とかじゃないんですけど、いろいろ結構秋物も買ってるんで、ちょっと特集はすると思うんですけど、そこでまた話もするんですけど、ロット生産じゃないネックレス、まあ完全一点物のオーダーメイドしちゃったんで、まあシンプルなもんなんですけど、そのシンプルなもんだからなんか逆に売ってなく、欲しいのが売ってなくって作ってもらったんですけど、それで結構お金使っ、だいぶそこに弾んじゃったんで、
なんかもうちょっと安めで使い回しの効くネックレスがないかなと思って、今回自分で買うもの調べて、ネックレス特集じゃやろうかなと思って、ネックレス特集になったんですよね。なので、こう、あんまり超もう10万とかするネックレスは今回入れてないです。クロムハーツみたいなああいうのは入れてないです。ちょっとね、クロムハーツとかも僕も欲しいですけどね。そろそろなんか30も過ぎてクロムハーツとかつけてもいい感じぐらいの大人にはなったのかなって思うんで、クロムハーツもちょっと購入考えてますけど、まあだいぶ先かなっていう感じですね。で、まあ僕の動画って基本的にスニーカーとかそういうのやったと思うんですけど、多分小物って時計がやってないと思うんで、そろそろあの小物もいいのかなと思って、ちょっと今回やっていこうかなと思います。なのでまあ本当にネックレスだけ、ネックレス4点紹介します。でね、僕も欲しいネックレスがあったんですよ、実は。でそのネックレスがブランド名と物だけ知ってたんですよね、なんかで。でそれ買おうと思って最初オンラインストアを見たんですけど、それがあの僕値段とか全然知らなくって、見たら100万超えてたんですよ、それ。なんかダイヤがついてるやつで、ダイヤがついててもいいとこ30とかそんなもんだろうと思ってたんですけど、100万超えてたんですよ。でそれ諦めたんですけど、ちなみにハリー・ウィンストンっていうブランドなんですけど、まあなかなかそこに100万投入するんだったら僕間違いなく今機材買うんで、買えなかったんでそれは買わなかったんですけど、まあちょっとシンプルなシンプルなネックレスを今オーダーしてて、まあ時期にもう出来上がるっていうんで言われたんで、ちょっとまあ今買ってる秋物と合わせて商品レビューを後でしていこうかなと思います。で本編に入ろうかなと思います。もう冒頭で7分も喋ってるんで。で今回のが多分一番高いので5万いかないぐらいです、今回紹介していくやつは。なのでまあ比較的買いやすいのかなとは思うけど、まあどうなんでしょうね。アクセは僕あんまり詳しくないんですよ、小物類って。なので完全僕目線だけの話になっちゃうんで、普段アクセ買ってる人がどんぐらいっていうのはなかなかちょっと想像が分かんないんですけど、僕の持論で喋っていくんで、ちょっとあの間違いだったりなんとかあったりあるかもしれないですけど、ちょっとそこはご了承ください。やっていくんですけど、今回やる4点は全部詳細は概要欄に貼ってるんで、まあ、最後も言いますけど貼ってるんで、そちらを見てください。でまず一発目を出していこうかなと思います。一発目がこちらになります。一発目はトップのないチェーンのネックレスですね。まあもう詳細書いてあると思いますけど、スタディオスセレクトのネックレス、80センチのネックレスですね。で結構長めのこうタランっていう垂らすような感じのネックレスになってるんですけど、途中がゴールドに切り替わってる感じのネックレスになります。なのでまあちょっとしたアクセント付けにいいっすよね。黒とかだとかなり色はこのゴールドとかはっきりすると思うんですけど、黒 T とか黒のインナーでこのネックレスをつけるとはっきりすると思うんですけど、まあなんか使い方で面白いのかなと思います。これにトップをつけるってどうなのかなとは思いますけど、まあなんか難しい気がするけど、80センチですしちょっと難しいかなと思うんですけど、まああのスタディオスセレクトのネックレスでまあ2520円、なんか微妙に高い気がするけど、まあなんかその詳細はあのシルバー925を主に使ってて、まあゴールドの部分は純金、まあ純金のメッキでしょうね多分、これガチの純金じゃなくて、ちょっとあの間違ったらごめんなさい、多分だと思うんですけど、でなんか使ってるっていうネックレスで2520円で価格を抑えてるっていう風な感じのネックレスになります。まあ多分なんですけど、このスタディオスのネックレスでおそらくですけど、まあその余った端材とかそういうのを、まあ物はいいわけじゃないですか、基本的に端材でもそれを合わせて作って、なんか価格がこんぐらいに収まってるみたいな感じだと思います多分ですけど、まあ、そうじゃなかったら、もし純金ガチで使ってるんだったら この値段じゃ絶対収まんないと思うんで、だからまあなんかデザイン的にも悪くないなと思って、僕いいなと思ったんですよね。コートとか着る系のなんかスタイリングとかに、この縦長をさらに縦長に持ってくるのに、このネックレスを垂れるんで、あのいいなと思ってたんですよね。なのでまあ夏も使えますし、まあ結構チェーンネックレス主流ですけどね、結構つけたらみんな持ってらっしゃる方いっぱいいると思うんですけど、まずはなんか一発目はシンプルなんかでいこうかなと思って、まあ、スタディオスのミックスチェーン、80センチのミックスチェーンのネックレスになります。まあお値段が2520円、まあ安いんだか高いんだかよくわかんないけど、まあでも本当に純金使ってんだったらまあ安いのかな多分、という感じですね。チェーンだけのネックレスってトップがない分、結構その細工だったりとかチェーンのあれだったりとかしてセンス出ると思うんで、こういうの面白いと思いますよ。安いやつで、ただ普通のチェーンだけのやつってパッと見
本当に近く行くとやっぱ安そうには見えちゃうんで、こういうのあればなんかいいんじゃないかなと思います。だから2万円っていう値段ででも、あのやっぱこういうアクセントが入ってるものとかだったら使いやすいと思うんで、僕はいいんじゃないかなと思います。ちなみにあのこのスタディオスのセレクトっていう、なんかこの手のやつ結構見せたんですけど、デザイン的には結構面白かったです。やっぱりスタディオスさんも結構いろんなものやってるセレクトショップさんなんで、やっぱノウハウがあるし、いろんなものを見てきてるやっぱりショップなので、やっぱセンスはものすげえいいっすね。あのもしよければ関連商品とかで他も見てもらえればって思います。でまあスタディオスのこのネックレスは以上になります。で次もチェーン系です。まあ、今回チェーン系がほとんどなんですけど、次はシルバーのチェーンじゃなくてこちらになります。マージンというブランドのターコイズのネックレスですね。まあ、またタラス系のネックレス。まあ、17,280 円なんですけど、ちょっとなんか写真が分かりづらいかもしれないですけど、よくある、まあ、ちょっとビーズっぽいネックレスって言えばいいのかな。よくある、そういう系統のネックレスになってます。これからね、あの、秋冬ファッションになると、やっぱり色が単調になるので、黒だったりとかグレーだったりとか茶だったりとか、そういう単調なカラーリングの服装が多くなってくる人が多いと思うんで、あの色付けでこういうターコイズとかが入ったような色のものあれば便利なんじゃないかなと思って今回これ紹介しました。なんかシルバーアクセとかばっかだったら面白くないかなと思ったんで、まあね、なんか本番は夏とかが多いんでしょうけど、こういうのつけるのって秋冬でつけても変なもんじゃないからいいんじゃないかなと思います。で長さの方が先ほどと違いまして、70センチになってるので10センチ短くなってます。まあうん、ちょこっとですね。もうこういうチェーン系になると微妙に誤差ですけど、まあ重ね付けすればはっきりわかりますけど、まあそこはあんま気にしなくていいんじゃないかなと思います。まあ僕個人的にはシルバーアクセ持ってる人だったら、なんかこういうターコイズとかのビーズ系のネックレス持っててもいいんじゃないかなって思いますけどね。まあ重ね付けでもいいし、まあ今これちょっと丸首っぽいもんで多分スタイリングしてますけど、なんか丸首じゃない U ネックとかそういうもんで合わせてもいいと思いますし、ちょっとタートルネックとこれはちょっとどうなのかなって思うけど、ちょっと試してみないとそれは分かんないですけど、なんかまあこういうのいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあタートルネック合わせるんだったら普通にあのチェーン系のネックレスの方が相性いいかもしれないですけどね。まあなんかこれはこれでなんかアクセント付けに、なんか一個匂い付けじゃないですけど、そういうんでいいんじゃないかなって思います。あの特にね、モノトーンな格好多くなるよとか白と黒でまとめるよって人だったらこういうのいいんじゃないですかね。なんでまあ比較的これはお求めやすいんじゃないかなって思います。でちなみになんですけど、マージンっていうブランドは面白いもん意外と結構出てるんで、アパレルも面白い、もともとアパレルのブランドなんでアパレルも面白いですよ。ただちょっと若めなデザインになってるんで、そこがちょっとあの大人の人はちょっとどうかなと思うんですけど、アイテム選べば全然普通に使っていけんじゃないかなって思います。で次は変わり種なってます。僕も初めて知ったブランドなんですけど、オフワークというブランドのネックレスになります。この USB 型の巻きつけるようなネックレスになってるんですよね。だから USB のこのここに今垂れた状態で画像載ってると思うんですけど、これくっつけることができるんですよね。だから結構30ぐらいになるようなネックレスにもできるっていう風なんで、ゴールドとシルバーがあるんですけど、変わり種で面白いなと思って、ちょっと可愛いなと思ってあの今回紹介してます。中でもね、こう垂れた状態だとなんかこのネックレスなくなりそうなんで、まあ普通にこうちゃんと閉じて使った方がいいかもしれないですけど、インスタとか撮るんだったらね垂れてもいいけど、なんかちょっと面白いなと思って、使い方もなんか様々でいけそうだなって思いますね。なんかまあなんかワンチャンマルジェラとかで出てきそうなデザインですけどね、なんかこういうのって、まあマルジェラ出てないですけど、なんかありそうなデザインですけどね。お値段の方が 21,600 円になってます。なんか正統派のネックレスを紹介するっていうよりは、変わったものをちょっと紹介するっていうニュアンスになってますね。まあこれも面白いと思いますけどね。なんかゴールドの方は写真出さないですけど、ゴールドの方はなんかゴールドがはっきりしすぎて僕好みじゃなかったんで、あのシルバーを出してます。まあ結構まあ75センチなってますね。まあこういう手のネックレスもし持ってなければ面白いとは思いますけどね。結構 V ネックとかと相性良さそうな印象ありますけどね。まあ今これ写真で丸首倒してますけど、まあ丸首でももちろんいいですし、なんかあのユニクロ U とかの無地 T とかと合わせるのにいいんじゃないですかね。どうせ
長袖のあのロンティー買ってる人いっぱいいるでしょうから、まあ、僕も今ユニクロ帰りなんですけど、実は結構買ってる人いらっしゃると思いますんで、実際まああの結構僕がレジ並んでても買ってる人いっぱいいたんで、なんかそういうのにいいんじゃないかなって思います。まあネックレス一つでね、あの服の印象変わりますから、かなりあのトップスの印象が。だ無地 T、 同じ無地 T、 ユニクロ U とかユニクロの無地 T とか取ってもネックレスがついてるかついてないかって当たり前ですけど、かなり印象が違うんで、なんかそういうのはめ込んでったら面白いんじゃないかなって思います。なのでね、正統派のアクセサリー欲しい人はちょっとこの動画はちょっとそれてるかもしれないですね。正統派なのはなんか正統派でなんかもうやってる人いるんじゃねえかなと思ったんで、今回正統派なんやらなかったんですよね。で、僕が買ったネックレスが結構正統派なネックレスを今オーダーしてるんで、なんか変わりだねってなっちゃったんですけど、アクセサリーって結構持ってらっしゃる方結構いらっしゃるんで、ちょっと変わりだねを今回やってます。で、まあ次が最後になりますね。次は予約商品なんで、今すぐに手に入るものじゃないです。あの、11月上旬のものになってますね。で、これはメンズとレディース両方あるんで、女性の方もいけます。で、こちらになります。まあ、イーグル型のネックレスですね。ただ、あの、ゴローズとかの、あの、イーグルネックレスと違って、チェーンを短いネックレスで、この辺にイーグルが来るんじゃなくて、結構垂れたような、長めの、こう、なんつうんだろうな、ネックレスになってるんですよね。なので、あの、あの辺のゴローズなんかとはまた全然デザイン変わって、できます。あと結構小ぶりなのですごい主張が激しいネックレスではないです。だ、まあ、だからいいなと思ってこれ紹介してるんですけど、まあなんか僕はねゴローズのイーグルネックレス欲しいですけどね、あれなかなか買える人いないでしょうし、まああの主張が激しすぎるのが嫌だって人もいるだろうから、ちょっとこれいいなと思って紹介してます。多分ちょっとブランド名がまあ前から知ってるんですけど、読み方がイディアリズムサウンドだっけな、確かのゴールドイーグルネックレスですね。すいません、読み方間違したらごめんなさい。確かでもそうだった気がします。これなんかだったらタートルネックにつけてもね面白いですし、なんかジャケットスタイルで下なんか無地のスウェットとかまあカトソとか着てるんだったらそこにつけてってもいいし、でゴールドだけど変に下品なゴールドのなんだろうトップのデザインじゃないから、これは使いやすいかなと思います。結構髪の毛ハイトーンにしてる方でもあの相性いいんじゃないですかね、これだったら。まあ、僕なんかもかなりハイトーンですけど、もっとイエローがかったようなハイトーンの人とか、あともっとアッシュがかった髪型の髪の色の人とかでも相性いいんじゃないかなと思います。もちろんあのサラリーマンみたいな単発の方とかでももちろんあの相性はいいと思いますけど、ハイトーンに髪の毛を色を明るくすると結構物選ぶようになっちゃうんで、そういう意味で今そのお話をしたんですけど、まあこれ面白いですよ。値段の方がさすがにちょっとあのまともなゴールドなんで、さすがに 48,600円っていうちょっと高価なものになるんですけど、まあでも18金じゃなくて 10金っていうのかな、10金っていうのかなのゴールド、イエローゴールドになってますね。まあそんな感じでこれで以上なんですけど、いかがでしたでしょうか。まあネックレス紹介って結構やってみたけど難しいなと思います。まあ僕もねそろそろね台本作れよって話なんですけど、台本をね作って喋るとね全然なんかうまくいかないんですよね。動画もうテイクばっか重ねてって全然なんかその通りになんないくって、本当に喋らされてる感が半端なくなっちゃうんですよ台本作ると。なので台本なしでフリースタイルでやってるんですけど、まあネックレス特集はこんな感じになります。ちょっと僕の方が知識が薄くって内容も薄いんでちょっと申し訳ないんですけど、紹介してるものは本当にいいなと思うもんだし、物も確かだと思うので、ぜひ皆さんあの参考にしてみてくださればいいのかなと思います。で先ほども言ったんですけど、詳細の方は全部概要欄の方に貼ってあるんで、ぜひそちらを見て参考にしていただければなって思います。まあ今回はこのねちょっとネックレス特集は以上になります。いやーでもちょっとねネックレスとかもね大事な時期にはなってくる。まあ夏ほどねネックレスが必需品かって言われたらちょっと微妙なんですけど、まあネックレスあれば絶対便利なんで、皆さんもネックレスなんか機会があれば、もっとアウターとか買って余裕があればぜひネックレスとかそういうのに目を向けてみてもいいんじゃないかなって思います。どうしてもね冬とかになるとアウターがメインになりますからね。まあちょっとつい最近もねノースフェイスがなんかすごい争奪戦だったみたいですけど、僕はノースフェイスは参加してなかったんであれですけど、ちょっとまあデニムのゴアテックスちょっと欲しかったですけど、なんか瞬殺だったらしいんで、
まあ、それはどうでもいいんですけど、まあそんな感じでこれからもだから小物特集はちょこちょこしていこうかなと思います。まあだからやっぱりそのまあ動画のこの演者の僕レインがやっぱ欲しいとかそういう思うタイミングで話をした方が多分本当にあのリアルな心をこもった話になるんじゃないかなと思うんで、欲しいと思ったタイミングで出していこうかなと思います。でね、最近ね、あの結構限定スニーカーの紹介とか多分やってないと思うんですけど、まあなんかこれっていうのがあれば出していこうかなと思ってるんですけど、なんか今どうしてもこれっていうのがないんでちょっと出してない感じですね。まあ、今回はそんな感じで終わろうかなと思います。もしよろしければ SNS のフォロー、あの概要欄に貼ってるんで、あのフォローしていただけたらなって思います。でまあこの動画が終わるときはさすがにちょっともう更新始めてると思うんですけど、ちょっとイメチェンしてタイムラグが結構あったんで、あのストック動画とのタイムラグがあったんで、インスタもちょっと投稿を止めてたんですよ。髪の色がちょっと動画と違いすぎるんで、髪型もそうなんですけど違うんで止めてたんですけど、この動画が上がる頃にはきっとインスタも結構投稿してると思うんで、よろしければフォローしていただければっていうふうに思います。で、あとはいつもお願いしてるんですけど、グッド評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。